LF はオランダの商用車メーカーダフトラックスが販売する貨物自動車である。LF は2001年から製造されているトラックで、そのルーツはかつてフォードカーゴの競合車種として開発されたレイランドスーパー G にまで遡る。その後、ロードランナー45、55を経て LF へと続いている。LF に搭載されるエンジンはカミンズ製。 ディーゼルエンジンの B シリーズエンジンを搭載しており、用途によって4シリンダーと6シリンダーを使い分けている。LF は2002年インターナショナルトラックオブザイヤーを受賞した。2010年9月、ダフはドイツハノーファーのフランクフルトモーターショー2010で LF のハイブリッド版を発表した。LF ハイブリッドは1 1 8キロワットのディーゼルエンジンと4 4ットの ブラシレスエレクトロモーターを組み合わせている。電気モーターは永久磁石を備えており、クラッチと AT の間に一列に配置されている。電気モーターには、それぞれ3 4ト合計1 0 0ラムの96個のリチウムイオンバッテリーが搭載されています。バッテリーパックにより、トラックはディーゼルモーターなしで約2キロメートル走行し、 ブレーキからのエネルギーを回生エネルギーとして蓄えることができる。ライトフォルテの略である。ありがとうございます。